皆さんこんにちは、東北キリトンです。当チャンネルは今年の1月24日にサブチャンネルを開設して、アクションカメラ関係はそちらで取り扱うことにしました。ただ過去の動画はそのままこちらで公開していました。去年までのリストはお出かけとアクションカムが混在してます。このままでもいいかと思っていましたが、少々問題になってきました。再生回数の多い動画の中でアクションカメラ関係の動画が多いんです。例えばこの 60fps の問題を取り扱った動画、格安のエイプマン A68 や CT7000 関係の動画、9800円で最近話題の P6A と同等品のポミ、ポケット、ジンバル、これらの動画が上位に来ています。 YouTube 的に見ると父ちゃんのお出かけ動画はアクションカメラチャンネル、そう判断されかねません。お城巡りが目当てで登録してくれた人のおすすめ動画にアクションカメラ動画が出てしまう。興味がないから当然スルー。チャンネルとしては不利益になります。それに長期の動画で登録してくれた人のおすすめ動画にお城巡りや神社参拝の動画が出てもスルーされやすい。そんなわけで過去動画もすべてサブチャンネルに移動しました。6月3日には移転作業完了の予定です。一部移転対象外とした動画もありますが、ほとんどアップしました。現状はリンク切れ対策のためこちらにも限定公開で残してありますので、どうしても見たいのがあるけど見当たらないといった場合はお知らせください。これにて一件落着。お出かけ動画のサムネが並びました。しかしさらに別の問題が。この動画オーディオ関係でお出かけとは別ジャンルです。同様に足かせになりかねないし、かといってアクションカメラ関連でもない。仕方ないのでサブチャンネルをもう一つ解説です。なぜか再生回数の多いしょぼいドラレコ動画と合わせて移動しました。こちらのチャンネルは他のチャンネルのテーマから外れた動画をたまにアップしようと思います。再生回数は爆下げの予感ですが、将来的にはきっちりジャンル分けした方がいいので実行しました。皆様にはご不便かけますが、どうかご理解願います。以上、動画整理とサブチャンネルのお知らせでした。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画を題材としてボイスロイドなどによる楽しい会話を提供し、視聴者様が退屈しない動画を目指しています。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。